はい、皆さんどうもラスです。今回もですね、キーボードの練習をやっていきたいと思います。今回ですね、最初の方に解説した、日本語入力の母音とね、子音の組み合わせの解説をしたと思うんですけれども、今回ですね、その本当の基礎の基礎練習をですね、やっていこうかなということでですね、まずですね、以前のおさらいで母音とね、子音の組み合わせはこのような感じになっておりまして、まずですね、日本語入力の際にこの母音のあいうえをこの5文字を習得する必要が、あります。これもね、練習していこうかなと思います。あいうえの打ち方をまず練習していくという感じで、でその後ですね、この子音ですね、このカサタナハマヤラワでガザダバパって感じですね。これをですね、順番に打っていってですね、このキーの配列の位置もですね覚えていくと、これですね、子音と母音の組み合わせが、打てるようになるので、キーの配置これを習得することで、日本語入力を、打ちやすくなると思いますので、このやっていきましょう。まずはですね、とにもかくにもこのあいうえおの配列を覚えていきましょうということでやっていきたいと思います。はい、ではですね、あいうえおの配置の練習ですね。まず A はここにあります。一番左側ですね、左側の真ん中に、あがありますので、この辺ポチッと押して練習していきましょう。あですね。で、イは、この上段の、このちょっと右側ですね、に、I があるので、これをね、押すとイが打てます。で、その左隣ですね、に、ウがあるので、これでね、押すとウが打てると。なんで、あーって飛んでイ。で、ちょっと左行ってウって感じですね。またですね、ちょっと左の方行って、こちらに行くとイがあって、これがね、エに対応してます。で、最後、おですね。おはまた戻ってですね、この i の、最初の i のところ、右ですね。ここに、おがあるので、これをね、打つと、おが打てると。これね、おさらいしていきましょう。まず、あは、一番左にあります。左にあって、いがここにあって、で、左隣にうがあると。で、ちょっと左行って、い、えがあって、で、戻ってきて、おがあるという感じですね。行きましょう。あいうえお、これをね、何回か繰り返していくといいかなと思います。あいうえおで、あいうえおで、またあいうえ、これをね、まずちょっと繰り返しにやって、まずね、体にこうあいうえおの位置をですね、こう馴染ませていくのがいいかなと思います。これね、やっておくと、まず、母音のね、キーの配置っていうのはマスターできるかなと思います。慣れてきたらですね、こう、手をね、実際左と、右手で、打ち分けてね、行くのがいいかなと思うんですけれども、まずはですね、もう、こう、人差し指とかでもいいんで、こうやってね、あいうえおの場所を覚えていくのがいいかなということで、皆さんね、試してみていただけますでしょうか。はい。ではですね、今度、子音の列をね、確認していきましょう。まずですね、濁点とかなしの、このカ行から、和行までですね、これをですね、覚えていこうかなということでやっていきたいと思います。ではですね、次、カ行からいきましょう。カ行は K ですね。ここなんですよね。右側にあるので、これが K、カ行に対応してます。で、作業は S ですね。なんで、こちら左側。これを押していきます。で、次、他行ですね。他行はこの T ですね。なんで、ここにあります。ので、これを押していきましょう。で、次、な行ですね。下行って、この N ですね。N があるところを押していきます。で、次、は行。上行って、ここですね。H があるところ。で、次、ま行。今度また下行って、M があるところ。これを押していきましょう。で、次、や行。Y があるところですね。これを押していきます。結構真ん中に集中してますよね。で、次、ラ行。ラ行はこちらですね。R があるところ。これを押していきます。次、和行。和はね、和行はこちら W ですね。こちらを押していきます。ってな感じで、じゃあ、ちょっとね、早めにやっていきましょう。では、いきます。かさたなはまやらはですね。これをね、もうちょっと何回かやっていくといいかなと思います。かさ
タナハマヤラワと、で赤サタナハマヤラワってやるときは、こんな感じで赤サタナハマヤラワって感じですね。これをねやっていくといいかなと思います。でこのね、家業から、和業ですねまで打てるようになるとですね、今度例えば K と A と押すと、かが打てるというような組み合わせで、子音と母音の組み合わせができるようになってくると思いますので、最初の、あいうえをですね、と、で、か行から、和行までですね、この組み合わせを覚えることで、五十音がね、打てるようになりますので、これをね、しっかり、覚えてマスターしていくのが、まずはね、このキーボードの打ち方を、覚えるための第一歩っていうような感じになるかなと。いうことで、このね順番に叩いて覚えていくのがいいかなと思います。で、次ですね、濁点付きですね、濁点付きはですね、5つだけ覚えるだけで大丈夫です。まずですね、画行ですね、画行は、G ですね、ここを押します。で次座行、座行は、Z ですね、ここの左一番左下ですねにある、Z を押すと、座行が打てます。で次打行ですね、打行は D ですね、ここを押すと、打行が打てます。で次馬行、馬行は、B ですので、ここを押すと馬行が打てます。で最後ですね、パ行、パ行は、ここ P ですね、右上にある P を押すと、パ行が打てますので、こんな感じで、濁点付き覚えていくのがいいかと思います。ガ、ザ、ダ、バ、パみたいな感じで覚えるといいかなと思います。ガ、ザ、ダ、バ、パ、ガザダバパってな感じで、じゃあこれを最初から復習していきましょう。アカサタナハマヤラワガザダバパって感じですね。もう一回いきましょう。アカサタナハマヤラワガザダッパッパって感じです。これをですね覚えるとかなりねもうほとんどの文字は打てるようになるので、これをね、皆さん練習して体に、ね、馴染ませていくのがまずはねいいかなと思います。これができたら、実際にね、メモ帳とか使って文字をね練習していくのもいいかなと思います。はい、ってな感じですね。今回は、基本のこの日本語入力の組み合わせ、キー配置の覚え方に関してですね、簡単に解説をさせていただきました。今回の動画がですね、少しでも役に立ったと思ったらいいねいただけると嬉しいです。コメント欄なんかでもいろいろ良かったとか感想いただけると、今後の励みにつながりますのでよろしくお願いします。皆さんね、練習してやっていきましょう。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。